UAW ファミリーの皆さん、手短にアップデートします。今日はディアボーンのフォード本社におりますけれども、残念ながら対応はエスカレートさせる必要があります。フォード担当の交渉チームが一生懸命交渉しておりました。バイスプレゼントチャック・ブラウニングはじめチームで、今日も来て新たな提案がフォードの方からあるということだったんですが、この提案というのが2週間前と同じものでした。ですので相手側が真剣に考えていないということで辛抱強くやってきたんですが、結局は期待値に満たない状況であったということで、この時点でアクションを取る必要があります。というわけで電話をトッドダンの方、会長の方にしました。ケンタッキートラック工場の担当支部の会長ですが、でコミュニティの現場のリーダーであるジョン・ジェイガーの方にチャック・ブラウン、私、そして交渉チームの方から電話をしまして、でジョン・ジェイガーの方からトッドダンに連絡が取れたのが6時半ということで、その時点でこのストライキに入ってもらいました。残念ですけれども、仕方ないということでフォード側の責任であります。通常であれば毎週金曜日に Facebook ライブをするんですけれども、今回はそういった形の発表になりました。この辺自由度がありますので、自由に決められます。で会社側が交渉の姿勢を見せないのであれば、対応を取らなければいけないということで、バイスプレゼント交渉チーム組合員全員団結して今後もこのようにやっていきます。また進展があればアップデートします。ありがとうございました。